私の髪にミルキーウェイの輝きが戻りましたわね。 そろそろ救援物資を要請しないといけませんかしら。 こちら ZPF です。通信をキャッチしました。どうぞ。 私は桐作高校2年の金崎玲ですわ。救援物資を送ってくださいませんかしら。了解しました。ただ、ドローンによる物資の投下を行います。よろしくお願いいたしますわ。 あら、救援物資が来たのかしら。では取りに参りましょう。
それでよし。ですわ。これでよし。ですわ。くそげ。会場なさい。くそげ。
でよし。レスラー。うえ。クソゲ。これでよし。レスラー。ハッ。ハッ。これでよし。レスは。クソゲ。効きますわよ。クソゲ。クソゲ。クソゲ。これでよし。レスは。死ね。逃がしませんわ。これでよし。これでよし。レスは。クソゲ。チェックメイトですわ。くらえ。なんのこれしき。クソゲ。これでよし。レスは。死ね。これでよし。レスは。クソゲ。これでよし。レスは。クソゲ。これでよし。レスは。逃がしませんわ。逃がしませんわ。クソゲ。これでよし。レスは。風穴を開けて差し上げましょう。くらえ。これクソゲ。これでよし。レスは。ハッ。ハッ。クソゲ。これでよし。レスは。ハッ。クソゲ。ハッ。これでよし。レスは。クソゲ。死ね。これでよし。レスは。これでよし。クソゲ。うせってやつらだ。これでよし。レスは。これでよし。レスは。クソゲ。これでよし。クソゲ。
これでよし。ですわ。
た瞬間ですわ。ZPF も気が利きますこと。あ、アロマデヒューザー？いい香りをさせるための機械だよ、セリ。へえ。それで？それはいい香りがしてどうなるの？あなた、何も知らないんですよね。アロマ、つまり香りというのは気持ちを整える、つまり精神統一したりするのにとても効果的なんですの。精神統一？じゃあ私もそういうのをやってみようかな。でもさゆり、化粧品とか香水とか合成香料の匂いダメじゃない？そういえばそうだった。私お香とかの方がいいな。あなたはお線香でも焚いてなさいな。Like a damn fiddle!